この数年来ずっと自分が気になってたことと自分の体の変化と、まあ、昨年からシニアの試合に参戦するようになって、まあ、レギュラーも行ったりいろんなことを見てた中で、あのうまくいってる選手と苦労し始めてる選手の差はどこにあるのかな、飛距離だったり成績だったり、まあ、日によってスコアが変わってしまったりというもので、大きく変わってきてもやっぱり僕が見てたのはやっぱスイングの関節可動域が圧倒的に硬くなってきて、動きが悪くなってきていて、その中でみんな補おうとしてたりするのはトレーニングをして筋肉を大きくつければパワーがついて良くなっていくんだろうっていう風にやっていくと、僕はまずい方に行ってしまってたこともあるし、見ててそういう風に思うんですね。スイングの可動域で言うと残念なぐらい動きが浅く小さく、で瞬発も衰えてきてるしっていう風なところ、まずこの柔軟性っていうものがとても重要なんだろうなってことがまず頭に出てきて、でその次にじゃあシニアでもレギュラーでも晩年活躍してる選手ってどういう選手が多いんだろうなって言ってきたら、まあ、シニアになってから活躍している、はい、まあ、寺西さんだったり、はい、まあ、先週勝った柳澤さんだったりとか、はい、まあ、何人かこう今日見てて、はい、もう基本的にはみんな柔らかいんですよ、スイングがカチッカチッってやつも、もう柔らかい柔軟性の中のタイプ、ただ強振するタイプではない、うん、ずっとレギュラー戦いながらシニア行って開花された選手って見てると差はやはりこの柔らかさ、うん、でさっき言ったそのここ谷口徹だったり藤井レビューだったり、まあ、手嶋大志だったり、晩年になっても40代を越してもこうゴルフがこうそんなにアップダウンなく進める人っていうのはやっぱり強打しない、強打じゃないタイプなんですよ、柔らかくて。反面、例えば僕もそうだったし、強打するタイプの人っていうのは筋肉の衰えっていうか、その瞬発系の衰えって40過ぎてから一気に変わってくるって言われていて、それで苦労してる、うん、動かなくなってきて自分のタイミングが合わなくなってきてショットのこう合わないから曲がり始める、どうしようかっていうんで悩んできて40代っていう人が多くを僕は感じてるんです。で僕でそういうことを持ちながら、じゃあ僕はどうなのって思ったら、何よりも僕は関節可動域が硬くなって連続写真とかスイングを見てると、昔はトップのスイングが例えばこのフラットまでこう普通に来ていたのが、やっぱトップがない、もうフラットでここ立った状態までしかいかないことが多くなって、はい、そうすると何が起きるかっていうと、間が足りないから、求めた時には助走距離が足りないから、はい、どうしてもこう右サイドの余計な力で叩きに行くっていう打ち方になってくるから、まあいわゆるゴルフはいわゆる一番こう何回もやって同じスイングができる方が一番いいので、そう再現がものすごく悪くなってきた、うん、っていうことに気づきながら、どうやってできるかっていう風になって答えが出たのが3年前かな、うん、左のこの上腕骨、外側上腕骨、この筋肉を筋断裂したんですよ、はい、試合中にビザ太平洋の初日に切ったんですけど、はい、で切って、でそのまま病院行って、まあ、いろいろ注意痛み止めが効かなくて、要は検査したら結局1センチの筋断裂だったんですね。ただ1センチ結構なんで、PRP をやって、それから状況を見てからってことで結構休みながら徐々に良くなったんだけど、なぜ起きたかってことになると、硬くなってきた。プラス、ここに負担がかかりすぎてるから、こっち側に負担のかからないスイング作りと筋肉を作らないと、また同じこととかなってくる。からどうするかっていう、その筋肉 の、 動きをどうするかっていうのを、まあ、理学の両親の先生だったりドクターに確認しながらどうやってるかっていった時に、最終的に出たのが僕ずっとオーバーラッピングだったんですけど、インターロッキングに、まあ、中学生以来に変えるようになったのがまずスタートだった。もう何十年ですか、15ぐらいから30数年間ずっとこれでやってきたから、ずっとこうやって筋肉が出来上がってるわけですよ、はい、まあ、簡単にやったことあるけど、何球かはもちろん普通に打てるんですけど、最初も指痛いんだけど筋力が足りなくて、だんだん強い方の右手を使うようになってるんですよ。結論的に、はい、打って打って、いや僕はこうガチガチっていうのも打ちながら作ってきた体の延長でもあったと、そんな重いものっていうのも軽い自重だったりちょっとした重さでずっと作り上げてきたタイプなので、そうシーズンやるのはね、僕の得意だった例えば
まあ、業界でいうライン出しとか方向に対して球をそこに出していくときには、はい、左手のリーダーってこの角度を変えないでこう出していくってことがとてもフェースコントロール大事なんですけど、まあ要はインターロッキングになって、はい、こっちの3本系に重視するようになってくると、はい、力がない疲れていくと緩んでくるんですよ。そうするとインパクトをライン出して普通ならこうトップで、まあ、カメラマンとか撮ったままでもこれバーンとこうラインでしかこう立ってこういう方向見えるのが止まらないんですよ。ブワーンってなっちゃったりこう緩んじゃったり、はい、ということはフェース面も全部入り方が変わってくるっていうことがあるから、それをじゃあどうするかって、左サイドの筋力の強化をどうしながら柔軟性を高めてやらなきゃいけないかっていうことをその特に考え、さらにそのこの変えながらもずっとやってたんだけど、去年の11月ぐらいに左手どう強化する運動っていうのを取り入れたら劇的に良くなってきた。ただ、まあ、スコアにつながって、まあ、ショートゲームとか問題があるので、はい、そのゲームのスコア的には出てないこともあるんですけど、ボールの、打てるクオリティっていうのが大きく変わってきて、もうスイングも良くなってきたし、でただこのシニアにもなっても距離がさほど落ちてないっていうのが、うん、それの以前でやはりずっと体のバランスを保つ運動だったり、はい、要は強く短期間にやるんじゃなくて、うん、決め球をどれだけこう長くやれるかっていうことはやり続けた中での怪我 で、うん、でこれをプラスするにどうするかって言ったらグリップを変えて、はい、で足りなかった筋力をどうやって補うかっていうものを考えて作ってきたのが最近のスイングで、うん、そうなったらすごく良くなるようになってきた、うん、っていうのが段階です、は